謎、自然、歴史、文化。太陽の国ペルーを形作る4つの要素。インカの大地。ペルー、南アメリカ大陸にそそり立つ謎の国。ペルー北部周遊はこの謎の国を知るには避けて通れません。ペルーの北へ。トゥルヒージョ、一年中春の陽気でスペインの荘厳な建築がたくさん見られる町です。プレインカを含むスペイン統治以前の古代文化の素晴らしさを語りかける史跡に出会えます。例えばチャンチャン遺跡はチムー統治時代の首都であり、日干しレンガでできた要塞として世界最大のものと考えられています。しかしトゥルヒージョの本当の姿を知るにはペルーの民族舞踊マリネーラの優雅なステップを見ていただかなくてはなりません。カバージョス・デ・パソというペルー独特の馬のステップをご覧ください。エルブルホ遺跡、アルコイリス遺跡、太陽の神殿、月の神殿がプレインカ時代の文化の素晴らしさを物語っています。今もなお過ぎ去った時が波の上で揺れているようです。スペイン統治時代の遺跡が温かく我々を迎えてくれます。チクラージョへ到着です。1世紀から4世紀の間この地はモチーカ文化が栄えました。ピラミッドの地として知られるトゥクメ遺跡は大変貴重な文化財となっています。1987年、世界を驚かせたのがモチーカ文化を築いたシパン王の墓の発見です。シパン王は1700年以上前に埋葬されました。チクラージョは歴史を伝えるコロニアル様式のバルコニーや教会だけでなく、素晴らしい自然にも出会える場所です。トゥンベスはほぼ赤道付近にあり、マングローブで有名です。ここは常夏の楽園。美しい海岸はくつろぎの場であると同時にアウトドアスポーツを楽しむ場でもあります。ペルーの最北端にあるピウラでは、人々の温かい歓迎を受けるだけでなく、美味しい食事を味わいながら素晴らしい民芸品を鑑賞できるところです。例えばカタカオスでは藁や綿でできた民芸品や金銀細工の装飾品を作っています。
チュルカーナスでは陶芸家たちが古代ビックス文化の伝統技術を受け継いでいます。ピューラを訪れる人々は素晴らしいペルー料理に満足するに違いありません。ペルー北部の山岳地帯にあるカハマルカは歴史と自然の宝庫です。特徴ある場所としてインカ帝国のアタワルパ皇帝がスペイン人に捕らえられた身代金の部屋があります。この部屋を金で埋め尽くしスペイン人に釈放を頼みました。インカの温泉も皇帝がリフレッシュするのによく利用したことで有名です。最も驚くべき遺跡はベンタニージャ・デ・オトゥースコと呼ばれる古代先住民の遺跡です。クンベマヨにはインカ時代の祭壇や水路などが見られます。ペルーの北東部にはアマゾン地帯が広がっています。ここは古代チャチャポヤス文明発祥の地でありクエラップ遺跡の要塞がそびえ立っています。ここ石の町は古代先住民たちを敵の襲撃から守りました。ここの建築物は人間や動物をモチーフにして作られています。他の魅力的な建造物として挙げられるのはカラヒア遺跡にあるミイラと石棺です。このミイラは先祖代々受け継がれた財宝の数々を永遠に見張る番人であるかのようです。イキトスはアマゾンの楽園です。巨大な川や湖を巡る旅は素晴らしい経験となります。豊かな自然や植物を通してその土地の人々と出会えることでしょう。まるで時間が止まってしまったかのようです。最後に自然の安らぎを心から味わえるタラポ島をご紹介します。種類の豊富な植物や動物、そして豊かな川が自然の美しさを伝え楽園にしているのです。ペルーの他の多くの場所と同様にここでも素晴らしい文化がたくさん見られます。芸術とさまざまな習慣は未知の世界を垣間見せてくれます。ペルーの北部を知ることは太陽の国ペルーの本質を知ることなのです。しかしペルーの魅力はこれだけではありません。多くの魅力を備えた場所を発見しペルーの人々の温かいもてなしを知るでしょう。その謎と歴史と文化と自然が皆様方をお待ちしています。そこには発見があるでしょう。